ネクストチャレンジャー渡辺真由。14歳の青春派はどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。渡辺真由が今回選んだのは女の子の永遠の憧れ、ウェディングドレスのコスプレです。純白のドレスは汚れなき花嫁の証、ベールが通じて見える表情は見る者に感動を与えます。涙と萌えが同居して女の子が最高に輝く一瞬です。さあ、それでは萌えタイムスタート。もうすぐ私あなたと結婚するんだね。いいのかな、こんな幸せで。だって大好きなあなたと今日から毎日ずっと一緒にいられるんだもん。でも緊張しちゃうね。みんなの前で失敗しちゃったらどうしよう。あ、ちょっと練習してもいい？私渡辺真由はあなたを生涯の伴侶とし、一生愛し続けることを誓います。これからずっとよろしくね。終了。3人ですか？お父さんなんで？いやー、ちょっと娘のこと思っちゃうとね、なんかサラリーマン硬いな。硬いなあれ。逆に今回職人早かったですね。いや、燃えてないですよ。いやいや、燃えてますよ。一番早かったということでね。残念でございます、はい。今回の罰ゲームは、小出監督カフェでございます。よー、小出監督だよ。本当よかったね、ウェディングドレス着れてね。はい、よかったです、ね。じゃあおじさんがよくスナックでやってるゲームで、これなんだかわかるかな。正解。じゃあおじさんがね、こっちからこう食べるから、まゆゆもそっちから食べる。いくつ？14歳です。あ、大丈夫？食べたね。世の中の14歳の中で一番最初にこのゲームをやった女の子だ。時代劇から飛び出した町娘のコスプレです。風になびく袖と胸を締める帯がわびさびを演出。後ろから見えるうなじがまた日本女性の美しさを物語ります。萌え時代、天下を取るのはこの町娘です。ビットラップ早かったけども。それでは萌えタイムスタート。お前さん、本当に戦に行くのかい？行くさ。え？泣いてなんかいないよ。ただずっと一緒にいたからいなくなっちゃうのはちょっと寂しいかなって。かわいい。そうだ、あたいね、いちご屋さんの息子さんに結婚の申し込みをされたの。だけど断っちゃった。だってお前さん、戦から戻ってきてあたいがいなかったら悲しむだろ。だから絶対に生きて戻ってくるんだよ。終了。サラリーマン、あれ絶対使うんだよな。っていうかその前にラッパー早すぎやろ、これ。どんだけや、あそこでついてんの。嬉しいです。いや、出てきた瞬間にブーイングの嵐かなと思ってたんですよ。ラッパーさん、ありがとうございます。ラッパーさんね。いや、まさか俺ここまで行くとは思わなかったです。4個ね。4個。まあでも、罰ゲームでございます。今回のカフェは三沢カフェでございます。ちょっとギャラリーの誰って声がうるさい。誰かモノマネやってくださいよ。もうやっとるよ。すでにやってる。あのね、男をね、燃えさせなかったからね、うん、ダブルストロー。結構今見たけど近すぎるな。ここに来るから、ここに来る。いくつ？14歳です。だからどう。
俺に用意する年齢じゃないだろう。俺、何もない、これ待ってる。はい、やめるか。いったやった、よかった。あ、これちょっと撮ってくれる、ちょっと。これ自分短い方で飲んだでしょ。はい、俺今短い方で飲んでるから。結構14歳って手加減知らないね。ネクストチャレンジャー大堀めぐみ、最年長メンバーはどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。この後大堀のコスプレにスタジオ騒然。大堀めぐみが選んだのは永遠の男の夢、水着にエプロン姿の新妻のコスプレです。エプロンの下は何かをつけているのかいないのか。嬉し恥ずかし新婚家庭を彩る新妻は燃えパワーで旦那さんの一日の疲れを取ってくれることでしょう。燃えタイムスタート。もう二人ついてますけどね。あら、まあ、あなたお帰りなさい。お仕事お苦労様。 お風呂沸いてるよ。どうする、お風呂にする、それともご飯にする、それともわたし。やだ、もう恥ずかしいじゃん。おっと、職人来ましたね。もうそうだ、あなたに報告しなきゃいけないことがあるの。大丈夫。実はね、今日病院行ってきたんだ。お医者様がね、おめでとうございますって。この子が生まれても私のことを構ってくれなきゃ嫌だからね。それじゃなきゃあなたともうお風呂一緒に入ってあげない。言ったな、ババ。ババ、よくやったよ。よくやったよ。よくやったよ。でも最後超ベタなのに反応したんですね。ああいうシチュエーションやっぱり憧れみたいなとこ。そうですね。あ、ありますか。はい。すごい。ラッパーとかもモンローの歌流れてから来た。お父さんも早かったし、ねえ。さあ、ということで見事、はいはい、クソババアには1万円の食事券を送りたいと思います。これ本当にいいよ、中見てみて。嘘でしょ、本当ですか。本当、著書園の、食事券1万円分でございます。ずっと見てくれよ、サラリーマンが。私、あ、じゃあこれこれ、あれ、これどうぞ。なんで？なんだこれ。あ、今からやめとくんじゃ。なんで？なんで？どういうこと？お待たせしました。AKB48 待望の新曲「ベイビーベイビーベイビー」がついに発売決定。今回は NTT ドコモの i モード限定で6月13日より独占配信。完全書き下ろしのナンバーです。AKB48 がついに全国展開始動。最初のターゲットは名古屋。詳細は次週を待て。今週の歌は夢に向かって頑張る人への応援歌、夢を死なせるわけにいかない。罰ゲームは、小出監督カフェでございます。よー、小出監督だよ。本当よかったね、ウェディングドレス着れてね。はい、よかったね。じゃあおじさんがよくスナックでやってるゲームでこれなんだかわかるかな。正解。じ
じゃあおじさんがねこっちからこう食べるから、まあゆゆもそっちから食べる、いくつ？14歳です。あ、大丈夫？食べたね。世の中の14歳の中で一番最初にこのゲームをやった女の子だ。小野エレナが今回選んだのは時代劇から飛び出した町娘のコスプレです。風になびく袖と胸を締める帯がわびさびを演出。後ろから見えるうなじがまた日本女性の美しさを物語ります。萌え時代天下を取るのはこの町娘です。ビットラップ早かったけども早い。それでは萌えタイムスタート。お前さん本当に戦に行くのかい？戦？え？泣いてなんかいないよ。ただずっと一緒にいたからいなくなっちゃうのはちょっと寂しいかなって。そうだ、あたいねいちご屋さんの息子さんに結婚の申し込みをされたのだけど断っちゃった。だってお前さん戦から戻ってきてあたいがいなかったら悲しむだろ。だから絶対に生きて戻ってくるんだよ。終了。サラリーマンあれ絶対使うんだよな。っていうかその前にあのラッパー早すぎやろ。どんだけや、あそこでついてんの。いや出てきた瞬間にブーイングの嵐かなと思ってたんですよ、うん、ラッパーさんありがとうございます、うん、ラッパーさんね、はい、いやまさか俺ここまで行くとは思わなかったですもん。4個ね、4個ありがとうございました。まあ、でも、罰ゲームでございます。今回のカフェは三沢カフェでございます。ちょっとギャラリーの誰って声がうるさい。誰かモノマネやってくださいよ。もうやったよ。だからやってたよ。全然わかんない。何言ってんの。あのね、男をね燃えさせなかったからね、うん、ダブル。食べたね。世の中の14歳の中で一番最初にこのゲームをやった女の子だ。小野エレナが今回選んだのは時代劇から飛び出した町娘のコスプレです。風になびく袖と胸を締める帯がわびさびを演出。後ろから見えるうなじがまた日本女性の美しさを物語ります。萌え時代天下を取るのはこの町娘です。ビットラップ早かったけども早い。それでは萌えタイムスタート。お前さん本当に戦に行くのかい？戦？え？泣いてなんかいないよ。ただずっと一緒にいたからいなくなっちゃうのはちょっと寂しいかなって。そうだ、あたいねいちご屋さんの息子さんに結婚の申し込みをされたのだけど断っちゃった。だってお前さん戦から戻ってきてあたいがいなかったら悲しむだろ。だから絶対に生きて戻ってくるんだよ。終了。サラリーマンあれ絶対使うんだよな。っていうかその前にあのラッパー早すぎやろ。どんだけや、あそこでついてんの。いや出てきた瞬間にブーイングの嵐かなと思ってたんですよ、うん、ラッパーさんありがとうございます。ラッパーさんね、はい、いやまさか俺ここまで行くとは思わなかったですもん。4個ね、4個ありがとうございました。でも、罰ゲームでございます。今回のカフェは三沢カフェでございます。何ちょっとギャラリーの誰って声がうるさい。誰かモノマネやってくださいよ。もうやったよ。あのね男をね燃えさせなかったからね、うん、ダブルストロー。
結構今見たけど近すぎるな。くっつくんじゃないですか。ここに来るから、ここに来る。いくつ？14歳です。だからどう？俺に用意する年齢じゃないだろう。俺何もない。待って待って待って。ただずっと一緒にいたからいなくなっちゃうのはちょっと寂しいかなって。そうだ、あたいね、いちご屋さんの息子さんに結婚の申し込みをされたの。だけど断っちゃった。だってお前さん戦から戻ってきてあたいがいなかったら悲しむだろ。だから絶対に生きて戻ってくるんだよ。その前にラッパー早すぎやろ。どんだけや、あそこでついたやろ。嬉しいです。いや出てきた瞬間にブーイングの嵐かなと思ってたんですよ、うん、ラッパーさんありがとうございます。ラッパーさんね、はい、いやまさか俺ここまでいくとは思わなかったですもん。4個ね、4個ありがとうございます。まあ、でも、罰ゲームでございます。今回のカフェは三沢カフェでございます。ギャラリーの誰って声がうるさい。誰じゃん。モノマネやってくださいよ。もうやったよ。すでにやってる。ミサさん、ミサさん怒ったよ。だからやってたよ。声小さい。あのね、男をね、燃えさせなかったからね。ダブルストロー。結構今見たけど、近すぎるな。くっつくんじゃないですか。ここに来るから、ここに来る。いくつ？14歳です。だからどう？俺に用意する年齢じゃないだろう。俺、何もない。待って、待って、待って。はい、やめるか。いった これちょっと取ってくれる。ちょっとあら、いいね。何ですか今の。これ自分短い方で飲んだでしょ。はい、俺今短い方で飲んでるから。結構14歳って手加減知らないね。ネクストチャレンジャー大堀めぐみ、最年長メンバーはどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。この後大堀のコスプレにスタジオ騒然。